どうみなさんこんにちは、飯田です。本日はタイトルにある通り、老人を親に説得する方法について話していこうと思います。5つお話ししようと思うのですが、最後のやつが一番重要です。視聴時間を稼ぐために最後のやつが大切ですって言ってるわけじゃない。なんなら、今から最後までスキップしてそこだけ見るのも、もう OK とします。ということで、まず1つ目からお話していこうと思います。私が代表を務めております、講師が東大生オンリーの個別指導塾、トンリーでは、 中学、高校、大学受験はもちろんのこと、小学校、中学校、高校の授業、予備校のフォローアップも受け止まっております。詳しくは概要欄、コメント欄から詳細についてご確認ください。一つ目、浪人を既成事実化する。 ちょっとした口頭テクニックなんですけど、このままだと浪人するなって気づくタイミングってあるじゃないですか。で、そのタイミングで、親に浪人の話をちょっとずつし始めるんです。で、俺は浪人するよ、この大学受かんなかったらっていうのを、ちょっとずつちょっとずつ小出しにして、多分自分の子供って浪人しちゃうんだなっていうふうに、親に暗示をかけてください。いざ浪人するってなった時に、親がその事実を受け入れやすくなるんです。親が浪人を許してくれない理由はいろいろあるんですけれども、 まず、自分の子供が浪人するということを受け入れられないっていうところが第一関門になるので、そこを突破するためにもこの既成事実質化するというのはすごく有効な手になります。二つ目、常に下手に出ること。これすっごい大事なんですよ。受験期っていろんなストレスがあるじゃないですか。勉強してるのになぜか成績が上がらないだったり、自分より勉強してない奴がなぜか自分よりいい成績取ってくる。こんなことたくさんあると思います。でも、こういったストレスを親にちょっとでも向けてはいけません。 親も人間です。下手に出ることで、自分に浪人をさせてくれるかもしれない人に対して営業をかけていきましょう。三つ目。押しそうにする。結構大事なんですよ。これも、浪人を不安視する親御さんの気持ち。それは何か一年間やったとしても、この子は果たして行きたい大学に行けるのだろうかこれが一番大きな不安です。この不安を解消するためにはどうしたらいいか それはとても惜しそうにするんです。奥の、奥の禁じ手なんですけれども、最終手段として過去問解いた点数をごまかして親に発表する。あと、2、3点で合格できるのに、合格圏内に入ったかもしれない。 っていうぐらいの点数を取ってください。そして本番で落ちてしまった。これはもう1年やれば確実に受かるでしょって思ってくれるわけです。ここでちょっとした小手先のテクニックが2つほどあるので、皆さんに伝授しようと思います。2つアピールしてください。問題は解けるということをアピールしてください。なんだ、さっきと言ってること同じじゃないかって思うかもしれないんですけど、違います。問題を時間かけて解けば解けるんだけど、時間を短縮することがまだできていませんという形にすると、この子は演習を1年間積めば、 解けるだけの能力はあるんだっていうふうに見出してくれます。小手先テクニック2つ目お話しします。同じく時間が足りないことを強調してください。これは試験時間が足りないんじゃなくて勉強の期間が足りないということです。クソあと3ヶ月前に勉強を始めていれば、しまったあと6ヶ月前に勉強を始めていれば、こういったことを言ってください。 うちの子にはもう余白がないんじゃないかと思わせてしまったは負けです。うちの子は勉強を始めるのが遅かったから、まだ成績が伸びきっていなくて、志望校の学力までたどり着いていないだけ。こういうふうに思わせるようにしてください。ただ、ここで注意点。一年足りなかったって口にしてしまうと、勘のいい親御さんが。うんうちの息子は、 どうやら、浪人をしたいから、適当なことをほざいてるのではないかというふうに勘ぐられてしまいます。なので、3ヶ月や6ヶ月といった、少し短めの期間を設定しておくことで、親御さんが勘ぐってしまう懸念を取っ払ってください。そして、秘訣4つ目。親孝行をする。親も人間です。人の心があるんですよ。よく手伝いをしてあげてください。どんなんだっていいんです。お皿洗いでもいいですし、洗濯でもいい。風呂掃除でもいい。 なんだっていいんで、今までよりちょっと手伝うようにしてください。そうすることで、浪人の成功率が高まります。親孝行がどうしてもしたくないという人、いるかもしれません。皆さん、これは間違えないでください。親孝行という名前の営業です。ごますりです。そこだけ忘れないようにしてください。最後に、一番大事だといった、五つ目の秘訣についてお話ししようと思います。浪人しないぐらいの学力をつけること。一見矛盾してるように聞こえます。これ実は矛盾してなくて、 浪人しないことではないんです。例えば、青山学院大学が第一志望の方、この子は青山学院大学に落ちてしまう運命だとします。ただ、この子が、提供平成大学しか受からない状態で、青山学院大学行きたいんだ、一年浪人させてくださいって親に頭下げるのは、いくら親高校営業ポイントが高かったとしても、 無理なんですよ。なぜならば、親に見込みがないと判断されてしまうから。でもですこれ考えてみてください。青山学院大学には落ちてしまったけれども、日東駒線受かって、成城大学受かって、でも青山学院大学は落ちてしまった。 これなら説得力がありますよね。そして、これまでの1から4までをしっかりとこなしていれば、うちの子は青山学院大学に行きたかったのに落ちてしまった。これは浪人させてあげるべきだ。もしかしたらうちの子は浪人したら青山学院大学ではなく、早稲田慶応に行けるのではないか、とまで考えてくれます。なので、実力をつけるということが一番大切です。皆さん、あと2週間もすれば次第受験の真っ最中なんじゃないでしょうか。直前、どうやったら成績を伸ばせるか。それは人によって違います。 ただ、基礎を詰めないといけないっていうのは変わりありません。なので皆さん、基礎、大事にしていってください。直前対策、何を覚えたらいいのか、何を練習したらいいのか、こういったことについて、明後日に動画を出せればな、というふうに思います。また見てくださいね。じゃあね